出る出る出る。おはようございます、釣り子 TV です。本日の動画はこちら。こんな感じのね、秋っぽい少し大きめなルアーでね、いい釣りができましたよっていうことで、まずはこちらをご覧ください。まあどうだろうな。ダヴィンチ来ましたぜ。ダヴィンチフィッシュ。どうだ。どうですか。え、これ何？よいしょ。うっ、復興、まあ、まあ、ありがとう。丸飲みだ。でもあ、すげえ、めっちゃいい食い方ねえ。どういうことですかって。はい、ダヴィンチの SSP カラーに来ましたよ。ねえ、秋っぽいシーバス。いやー、よう聞いた。ねえ、太いね。はい、SSP カラーとシーバスか。はい、タックルはね、こんな感じで、ゴライアスにバンタムの組み合わせでね、バイブレーションっぽく使えるアイの方につけております。じゃあ引き続きやってみます。来た。どうだ。引くけどサイズはどうだ。復興か。おお、この流れにすごい乗る。あざーす。よいしょ。おお、いいサイズ。ダヴィンチだね。来ましたよ。SSP、ね、このね、力強いタックルでダン、ダヴィンチ釣れんね、やっぱね。かっこいい魚。ちょっとサイズだけね、このちょっとサイズだけ、70ですね。70cm SSP ドライヤース、こんな感じの組み合わせね。よっしゃ、ダン、イエス。こんな感じの組み合わせでひたすら流し込んでみております。イッス、イッス。Thank you.
おーしょ、来たよ、よいしょ、よいしょ、どうかな、外れんなよ、よいしょ、ダメか、下入っちゃった、やべ、あー流れ乗んな、流進行くなよ、流進行くな、流進行かないで、うわーやべ、ちょっと待って、よっしゃ、ありがとう、よっしゃ、ありがとうマッチ、いるんだよ、よっしゃ、ああ秋っぽい、ねえ、今回のもちょっと長いんじゃないですか、ゴライアス様々でダヴィンチの SSP カラーかな、はい、やっぱねこいつがすげえハイパワーだからゴリゴリに巻いてこれるね、もうねこんな感じでちょっと今撮りたいと思いますけど、よいしょ、はい、ダヴィンチと秋の川鈴木、イエーイ、じゃあちょっとサイズ測ってまたね、75、お、ちょっとサイズアップしたね、こんな感じで腹太いね、太い、パンパン、わーいいね、ランカーとはいかなかったけど、まあ太さがねえ秋っぽい、かっこいいですね、このカラー釣れますよ、あとゴライアスね、こんな感じのタックルでやっております、じゃあこいつは、逃がして、ありがとう、いやバンタムにゴライアスに P のこれ5号ナマズの P 入れてて、でダヴィンチ、このキラキラしたカラーが今日は惑わしてくれてるみたいですよ、イエス、はい、というわけで帰ってきましたがね、釣るごとにねちょっとずつサイズが上がってくれて、なかなか楽しい釣りだなっていうことで動画にまとめてみました。でね、今回ですね、ジーニアスプロジェクトの YouTube チャンネルでね発表されていたんですけども、自分ねちょっとねいろいろあってこれ少し先行で使うことができていたんですが、いよいよですねこのゴライアスっていうリールね、これが、発売開始ねなるということで、何やらですね付属のですね巾着袋がなかなか入荷しなくて、自分ねちょっと巾着袋とかなくて大丈夫なんでっていうことで少しね、先に使うことができていたんですが、まあそんなわけで、このゴライアスね、兄貴分のグラビアスに比べてパワフルな仕様だよっていうことでね、シーバス釣りなんかで使ったらよりそのパワーが感じれるんじゃないかなと思って、試してみたんですけども、結果は上々でですね、本当はあのこの少しねハンドルが長くなっているっていうところと、あとはねこのねゴライアススプールってちょっとね今までのグラビアスより深いスプールが搭載されているので、これ P ラインの5号が入れられているんですけども、スコーンとね、投げることができて、でね糸巻き量もね、程よい感じでちゃんと5号が入るので、まあ大体 70m ぐらい入ってるんですけども、それでこんな感じのビッグベイトとかでね、気持ちよく釣りができたよっていうことで、こちらね、ゴライアスね、ここをポチッとナットをして開けると、こんな感じでね、上位機種のグラビアスと同じ、無振動マグネットブレーキシステムというのが入っていて、まあこれによってね、まあバックラッシュ絶対しないっていうわけではないんですけども、そのね、重症化しづらいんですよね。なんかね、
直しやすいぐらいで、まあ、バックラッシュとかしてもね、止まってくれるっていうところで、まあ、例えば夜のシーバス釣りとかね、目が見えづらい状況で暗い中とかでキャストを続けるときにね、この、まあ、トラブルレスなですねブレーキシステムが非常に、役に立つね、気持ちよく釣りが続けられるっていうことで、まあ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 、快適に釣りを進めることができました。まあ何にしてもね、ビッグベイトとかですね、ちょっと高級めなルアーを投げるときに、なんだろう、ちょっと細めの糸を使っていてですね、まあ高切れしてしまったとかね、そんなの本当に悲しいことなので、まあそこら辺を防ぐためにこのちょっと太めの PE ラインと、あとはねこのブレーキシステムのダブルスタンバイで、こういう大切なルアーがねなくならないように釣りを進めることができるっていうね、そんなところと、あとはですね、ここドラグですね、ドラグクリック音は、なくなっているんですけども、だから静かにですね、こうなんていうかスルスルスルって出ていくんですが、このねドラグの効きに関しては上位機種と変わらないよっていうことなので、まあなんだろう、ここで出ていってほしいっていう時にしっかりとドラグが出ていってくれるっていうね、そんな印象があって、これもね、シーバス釣りなんかだと、なんというか、結構ね、シーバスって見切れしやすい魚なんですよね。これ以上無理できないなっていうところではしっかり糸が出ていってほしい。っていうことで、例えばスピニングリールを使ったりしてね、ドラグ性能を生かして大型の魚を狙っていくっていう感じになるんですけども、このグラビアスに関してはですね、ドラグ性能もなかなかナイスなドラグが搭載されているのに、ここは無理をしたい、いやここはオートマチックにしっかりと糸出ていってほしいな、なんていう時にすごいね、スルスルスルって出ていってくれるので、結果船にね、まあ、今回最大75センチほどまででしたけども、上げることができる。でその逆に魚をかける時にね、ちょっとドラグを強めに設定しておきたいっていうね、そんな時に、このドラグ力がですね結構強めなので、なんだろう、最初のガンって合わせを入れるときに、ここがズルッと滑らずにですね、しっかりとフックセットをすることができるんですね。これによって、まあ、釣り上げた魚はねどれもいいところにうまいことかかってくれていたんですけども、最初そのドラグ力を生かして強めにね、ガンと合わせて、で魚をかけて、おやこれはちょっとっていう時はドラグを少し緩めてですね、そんな感じのちょっとスピニングリール的なね、使い方ができるようなぐらい、こうドラグのね性能が使いやすい。まあここら辺はね、実際に魚をかけてみてもらうと、ああいいねって感じで感じてもらえるんじゃないかなと思うんですけども、で、ルアーの方はねこんな感じで準備しました。はい、秋のですね結構お気に入りの定番ルアーとして最近投げてるんですけども、ダヴィンチのこれ190ってサイズですね。大型の、サイズも出ておりますけども、これねまあ190っていうことで比較的大きめですが、すごいね魚がよく反応してくれる。でね、普段昼間使うときはこちら側のアイを使うことが多いんですが、最近ね夜の今回みたいな釣りで使うときね、ここのね上側についているアイ、これをね結構ね対応するんですよね。これによってですね、ちょっとバイブレーション的なでも、ボディが大きくてハイアピールでっていうね、こんな感じで魚にアピールすることができて、まあ、ダビストとかする時用にこのちょっと沈むようにね重りをこことここに貼っているんですけども、これでねこうちょっとね、なんだろう、ゆっくり巻いて止めたり巻き続けたり、送り込んだりね、そんな感じで結構ねこっちの愛ね今まであんまり使ったことなかったんですけども、2020年の今年はねこっちの愛もねどんどん使ってみようと思って試したところね、非常によく釣れるなっていうことで、まだねこっちの愛使ったことない方ね、ぜひねちょっとこれここに結んで投げてみるとね、面白い釣りができるんじゃないかなっていうことで、こっちの愛につなげるとですね、こうひら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 とですね
なんかひら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 とした感じで巻いてこれるんですけども、こっちのアイにつけるとですね、こうちょっとねバイブレーション的なひらひら同じ動きなんでしょうけど、なんかよりなんだろう、ブリ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 っていうね、感じの巻き抵抗がちょっと変わったり、あとはですね、なんだろう、横にこうドリフトしながら使うときはここの方が使いやすいかもしれないんですけども、ちょっと流れに対して縦に入れて、それでもってこうなんだろう、バイブレーション的な感覚でルアーを引っ張ってくるときにね、非常に活躍してくれるポジションだなっていうことで、こんな感じで、今回は3匹ともねこっちのアイこれを使ってみておりました。でカラーはですね、これね、SSP カラーっていうですね、スペシャルカラーで、このカラーだけですね、中にこういうインナープレートが入ってるんですよね。中にこうキラキラするインナープレートね、これによってね、まあその他の、まあインナープレートの入ってないモデルとまたちょっと違った感じでアピールすることができるのかなっていうことでね、この SSP カラー、最近夜にねお気に入りで使っているんですけども、ちょうどね一緒に行った仲間がですね、ダヴィンチ釣れてるよ投げてみーなんていう感じでダヴィンチね、投げていたんですけども、たまたまですけども、その仲間にはねちょっと一回もダヴィンチにはヒットしないで、自分の使ってるねこっちのカラーにはね、ヒットが結構偏ったので、なかなかこの色ね見かけたらね、あとはネットとかで確か買えるのかな、たまにウェブショップとかで販売されてるんですけども、ぜひもんでおすすめのカラーだなっていうことで、結構ねいい感じの歯型なんかもね入ってきてね、使えば使うほどねこういうのね味が出てきますんで、楽しく使わせていただいております。そして、システムの方はねこんな感じですね。もうねこれいつ結んだんだかちょっとね忘れちゃうぐらいもう結び替えとかねしてないんですけども、P ラインの、5号にですね、これバリバスのナマズ P のね5号って太さなんですが、それにねこういう感じで浮き止めゴム、これをつけて、でこの絡み防止パイプをつけて、そんでもってここはユニノットで結んでるっていうね、まあ、直結なんですけども絡みづらくするようにこういう、まあ、絡み防止パイプをつけて、あとはシーバスのそのエラー洗いとか、まあ、各種いろいろなトラブルをここの絡み防止パイプでストップしてくれてるっていうね、こんな組み合わせで投げておりました。そしてリールルアーときて、竿の方ですけども、先日ねこれ買ったよって中古でね手に入れたよなんてご紹介した、バンタムのですね1711っていう番手ですね、1711H の SB ね、こういう番手を使ってるんですけども、どうだろうパワーはと思っていろいろなルアー投げているんですが、ちょうどこれぐらいのサイズのルアーね、ジョイクロで言うと178とかダヴィンチの190とかね、この20センチちょっとかけぐらいのルアーを投げるのにはね、ほんと使いやすい竿だなと思って、ただね、まあ、最近流行りの240っていうサイズね、まあ、例えば、そうですね、バラムであったりとか、ダヴィンチの大きいサイズであったりとか、あとはレプリケーター、シェンロンとかの、あそこら辺の、これよりちょっと大きなサイズのルアーだと、ちょっとよっこらせって投げる感じになるかな、投げれないことはないんですけどもっていう感じで、これぐらいのですね20センチちょっとアンダーぐらいのルアーを投げるのに非常にね使いやすくて、まああと長い分めちゃくちゃ飛距離が出る、それで魚をかけた後はですね、このねバットが結構強力なんですよね。穂先の方はねファーストテーパーでしっかりと当たりを捉えてくれるんですけども、このバットでグイグイにね、魚寄せて、まあ、今回もね結構、大潮絡みの激流の中でですね、75センチぐらいまでの魚かけましたが、結構ね魚のサイズを
覚するぐらい、なんというか、もうちょっと小さいかなって感じちゃうぐらい、こう、すんなりとね、寄せてくることができる。ね。長さがある分、グイーンって曲がってくれるとかもあると思うんですけども、なんかね、ちょっと、ここら辺の、釣れ線のサイズのね、ビッグベイトを投げるときには、なかなかに使いやすい竿だよ。ね、これをね、しばらくね使ってみて感じることができました。はい、何にしてもね、今回ね、この、ゴライアスね、これがいよいよ店頭での販売が本格的にスタートするっていうことで、ね、各その釣り具屋さんに注文書なんか送らなきゃなんてね、ジニアスプロジェクトの、青木代表がおっしゃっていたので、もしね気になる方いたら、最寄りのですね釣り具屋さんで、ゴライアスってリール入らないですかなんてね問い合わせてみると、店頭に入るかもしれないですね。まあ台数はねある程度、まあね初回の分っていうのね、限られてくると思いますので、まあちょっとね争奪戦になるかもしれないので、もしねジニアスプロジェクトのこのゴライアスって海でも使えるよっていうリールね、まあもちろんバスでもねパワフルに使えるんですけども、気になるよっていう人はちょっと早めにね、どんな感じだろうってね釣り具屋さんなんかに問い合わせてみると確実に、手に入るかもしれないです。実際のね、数は大体何が何台っていうのはねこそっと教えてもらったんですけども、人気な番手によってはちょっと早めにね、いなくなっちゃうかもしれないので、自分はねちょっと今回、こういう釣りで使ってみたいなっていうのがあって、左巻きのハイギアモデル、このね緑色の差し色が綺麗なこんな感じのね、番手、手に入れてみたんですけども、気になってる方はですね、これとこれの右左と、あとはね、ギア比、7台のですね右左、計4機種ね登場するみたいなので、自分の釣りに合わせてですねちょっと調べてみてはいかがでしょうか。いよいよね店頭に並び出すぞっていうのはねこれねアナウンスされてましたので、間もなくね、お手元でいろいろな釣りに使えるかと思います。何にしてもこういうちょっとパワフルな釣りでね、グイグイに、そしてトラブルなく釣りを進めたいななんていう人にはぜひもんでおすすめのリールじゃないかななんて最近感じておりますので、まだまだ引き続き、秋のシーズン始まったばっかりなので、各種ねちょっと重めのビッグベイトとかねこのリールで投げてどんな感じかななんていうのを試していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、というわけで、本日の釣り講 TV はこちらのセット、ダヴィンチと、ゴライアスとバンタム、こんな感じの組み合わせでね、なかなかいい釣りができたよってこういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。